アドプルの基本的な構成入力信号に対して加減すべき周波数の倍率をデジタル入力で指定し出力信号を得る。アドプルではカウンタ回路や TDC、どこ、フィルタが全てデジタル回路で構成される。TDC はインバータ回路による遅延線と遅延を記録する FF 回路から構成される。 どこから戻された信号に対する外部からの基準信号の時間差を遅延線で検出する。どこは多数の MOS バラクタが並列接続された発信回路である。MOS バラクタはアナログ PLL で使用されるビコのバリキャップと異なり、意図的にインカ電圧に対する容量変化が非直線的であり。 制御入力信号電圧や温度変化による容量のふらつきを少なくしている。例えば、制御入力に応じて40オフ程度の変化を起こす MOS、バラクタを使用する。アドプルとは電子回路の一つであり、回路の構成要素をすべてデジタル化した位相同期回路である。 回路をすべてデジタル化することで21世紀現在主要な半導体回路技術となっている CMOS プロセスで PLL 回路を構成できループフィルタの時定数を動的に変更することで同期が収束するまでの時間を大幅に短縮できるなど多くの利点があるオールのつかない従来型のデジタル PLL は名称にデジタルがつくが位相比較機と分周機に デジタル回路が使用されている一方で、フィルタとビコはアナログ回路である。アドプルはデジタルによる設定周波数データと外部からの基準周波数入力からデジタル制御によって周波数をコントロールするどこから出力を発生させ、この出力信号をカウンタ回路によって基準周波数入力で除算して FCW との異をもとにどこを調整し、 基準周波数入力に基づく FCW の設定値に出力を合わせていくものである。通常の PLL はフィードバックループによる不安定性を解消するためにローパスフィルタによって高速応答性を犠牲にしている。これは多くの場合、大した問題とはならないが、回路の起動時のような過渡状態では、 目的の周波数が得られるまで時間がかかり、特に高性能デジタル半導体の消費電力削減を目的として使用しない、回路ブロックごとに供給電力を頻繁に遮断する場合には再起動に時間がかかり、不都合である。フィルタの時定数を小さくすれば応答性が高まるが、安定性が失われる危険が増す。オールデジタル PLL では必要に応じてフィルタ特性を その都度変更でき、素早く所毛の周波数近くまで引き上げた後でフィルターを有効化すればよく、安定性と高速応答性を両立できる。カウンタ TD c 部が従来型デジタル PLL での分周機と位相比較機の役割を担う。整数倍の周波数変化であればカウンタは従来型と変わりなくデジタルによる。 外部制御入力によって分集する比率を変えるだけであり TDC 部が位相比較器の役割を果たす。小数を含む倍率の周波数変化を求める場合には TDC 部での位相差の検出結果でデジタルフィルターへ与える位相差情報を調整する。ありがとうございます。